で今回はここで1000円チャレンジをしていきたいと思います。はい、1000円に見えた。うん、一瞬超えそうだよね。そうだよね。そうなんか1000円チャレンジとかなんか久しぶりな気がする。久しぶり、めっちゃ久しぶり。令和記念、令和になって初だね。令和記念かわいい。意味わかった。1000円だよ。うん、今日は1000円にします。はい、はい、じゃあ早速行ってみますか。はい、行きましょう。行きます。はい、レッツゴー。これ何、ママ、何これ。扇風機。あ、これも扇風機なんだ。もうね、今日暑いもんね。まさかの。これいくら。800円高っ。高っ1個で終わっちゃうね。2個で終わっちゃう。あ、かわいい。めちゃくちゃかわいい。めっちゃかわいいね。これ何、キーホルダー。ちょ、1月、2月、3月クリアキーホルダーだって。バースデー。4月がない。あー、4月がない。あれ、5月。これ6月。あ、これ11月になって。あ、この下に6月がある。これ6月じゃない。6月いっぱいあって4月がない。残念。これ諦めろってことじゃない。どうぞ。迷うね。あ、なんか可愛くない？つけたね、これ。貼って可愛いシールってことは。あら、レミさん。これに貼れるの。え、あのケースにね。ケースじゃ、あのカードに上から貼れば、この柄に。あー、そういうことね。貼るわ。決定、早い。決定。買うわ。いいじゃん。うん、これ同じやつ。あ、これあったね。これプレゼント企画のやつ。これ自分も実は欲しいんだよね。でも500円だ。うん。あら、リミさん、またあったわね。また会いましたね。ね。ね、かぶるいや、ここね、あんまりね、広くないんだよね。これ欲しいけど、見てんだから。今度自分のお金で買います。そうだね。いいから自分のものでしょ。すごいね、かわいいね。ここは何、付箋。これが付箋と修正テープ。そう、ホッチキスとかもある。あ、ホッチキスとかもあるんだ。コンパクトのハサミですごくない？ん？これハサミなの？かわいい。え、これが修正テープ？かわいい。いろいろあるね。かわいい修正テープ持ってるよ。これでしょ？あ、そっか。ヨロメがあるもんね。あと私ね、グリーン面の修正テープ。そっか。じゃあいらないじゃん。あ、消しゴムとやら。やっぱ可愛いのがありそうじゃない？うん。かわいい、これかわいくない？それ何？鉛筆？好きね、そういう鉛筆。かわいい。なんかギョロメのちっちゃい消しゴムとかあるね。うん、かわいい。かわいいね、いっぱいある。ね、持ってた、これ。あ、持ってたのか。うん、友達にあげてた。あ、そっか、お友達となんか配ってたね。うん、持ってるんでしょ。これ持ってて。あ、これね、持ってたよね、鉛筆削り。この形も2個持ってる。あ、そうなの。多いね、もうギョロメが、グッズが。見たことない、これ。え？これ見たことない。写真？写真だ。おー、写真もついにギョロメが出てきたんですね。シャーペンのね、これも、これ持ってたの、これ。これ持ってんの。これ？あー、はいはいはい、一緒だ。あ、一緒じゃん。これ買う。うん、写真する。これで、いくら？300円でしょ。うん、250円。ほぼ600円だね。ちゃんと計算してください。380円足す250円は630円。ありがとう。はい、計算が苦手なの。電卓使わないと計算できない。マジこれ、ちょっと消した時はこっち。何これ、2way スライド消しゴムだって。
これさ、うん、このさ、うん、角とかを消すときこの細長いのをこうやって出してこうやって消すの。もう一気にパーッと消すときは太い方を、でっかい方、2個入ってんだね、うん、これいくら250円だって。あ、一応買えることは買える、買えるけど、ちょっとだけ、こうであと370円です。何にしましょう。ロケット鉛筆。あ、ロケット鉛筆ね。可愛いマモスタイルに来たね、また。可愛くないこれ。可愛い。これ何？のり？のり。可愛いよね。のり。可愛いのりいっぱいあるよね。こういうの学校に持ってきた。うん。230円。候補で。候補でね。消しゴムかな、これじゃない？海部屋ちゃんの。これは何？これメモ帳っぽくない？メモ帳だ。すごい。交換ノート可愛くない？交換ノート可愛くない？次は私の番だ。よ、買っとく。あ、でも待って。値段見なくちゃ。値段見なくちゃ。150円買える。買える、うん、?150 円。630円と150は ?780。ありがとう。ってことはあと220円。あと220円?250 円。あー、まあでも30円オーバーならいいよ。いいの、うん、あ、これ買ってちゃったな。すごいでかい。やばくないこれ。こんなでかいのとまるくんがあんの？でかすぎでしょ。こんなでかいの消しにくそうだけど。欲しい。でも300円もする。かわいい桜クレパスの消しゴムとか。こういうの好き。サポーリンクかわいい。うん、クレパスかわいい。この消しゴムかわいい。いくら？いくらでしょう。書いてあるでしょ。書いてないです。嘘。絶対書いてあるよ。書いてない。ほらあれどこだろう、書いてない。本当に書いてないね。どっかに求めて書いてないかな。書いてない。じゃあやめとこ。うん。ちょっと。めっちゃ悩んでるの。好きだ。うん。キャップ好きだね。これ買うかな。それにする？30円。うん。じゃあ30オーバー特別ね。グミペア。30円がおやつだ。